マンシーの逆転弾来た。やば。すげえな。やっぱエンゼルスとちゃう。終盤強いな。これぞクラッチ。これぞドジャース打線。なんやこのチーム。ベッタニマンが打てなくても勝てるのか。あ、みんな打った後に大谷が打つってことか。エンゼルスは途中で見たくなくなるんだけど、ドジャースは最後まで見逃せないな。これからも楽しみ。今回もご視聴いただきありがとうございます。動画投稿の励みになるので、ぜひ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。